あゆなです。今回も実況やっていきたいと思います。はい、ということで、今回で多分最後やったよね。今のエリアが。学びとを連れて出発するか。ほい、出発する。では、学びとを目覚めさせようぞ。イーナンアゴマサリトヒオー、イーナンアゴマサリトヒオー、キエーイ。ほい。ってことで、向かおう。よし。出発。ここでいつももたつく。ほい。で、要塞エリアの、レディの要塞。アイテムはアームショット、ブーメラン、空気壺。手に入る材料は王家のリングと匠の織物。とりあえず今まで大活躍してくれた大爆弾の服でまた行こうと思います。レディの要塞1。さて、あ、違う。もうすでにその辺にアイテムあるじゃん。アームショット。Y でアームが伸びるぞ。プレイヤーに向けて撃つと。よし。で、空気壺。Y でいろいろぶっ飛ばせ。で、最後が、ブーメラン。他のプレイヤーを引き寄せることができる。今回はみんなバラバラの武器だね。お、近い近い。しかも近いよ。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。これは、お、避け、あ、ここにスイッチ。スイッチだ。これは？へい。あれ？あ、待って待って待って、あれ。あれだ、囲いがあるから。待ってよ。こっちからじゃないと撃てない感じじゃね？ん？ダメだ、向こう側にやっちゃった。ちょっと待って。よいしょ。これで、ここのスイッチ押して、からの、こう。あ、タイムが。ちょっと待って。ちょっと待って。あ、閉じた。あー、ちょっと待って。終わったよね、今。これ真ん中のは？あ、そういうことだ。そういうことだ。ちょっと待って。これをこうやってからの、こうやって。こう。やべえ、間違えたわ。ああ、怖い。あ、こういうことか。これをとりあえずこうやっといて、で、こうやってからのすぐ降りて、ここで切り替えてのこれがこう。おし、いけた。ああ、スピード勝負苦手なんだよ。でも今回は結構ゆっくりめやったんかな。スピード勝負ものにしては。スピード勝負ものって勝手に私がそんな感じにしとるだけかもやけど。よいしょ。レディの要塞に。え？いきなり敵だ。いきなり敵だ。これは？あ、ちょっと待って、爆弾だ。爆弾だ。あ、爆弾の敵一番最後にやっつけた方がいいか。こいつらを。よいしょ。行ったね。よし。ダメだ。お、行った。で、あとこいつ。よいしょ。あ、行ったじゃん。楽勝。なんだこいつや。楽勝じゃねえか。お、スイッチ。が出てきたから、これは3人で踏むやつだね。エレベーター式。宝箱。ん？おう。おう、もうそこに出てきたじゃん。早。ステージ2、早。ん？ハート？意味なかったな。満タンだし。よいしょ。レディの要塞3。なんか1がちょっと苦戦したけど、2はすごく簡単だった。ちょっと待って。はい、ちょっと待って。はい、ちょっと待って。ていていてい。よいしょ。ていてい。へ、おお、また来た。油断してたら、また来るよ。へい。ていてい。は。よいしょ、よいしょ、よいしょ。ダメだ。よいしょ。あ、ああ。こんなところでダメージを受けてしまった。で、おし。
ちょっと待って、回復、回復、回復。よいしょ。で、やっつけた、やっつけた、多分。とりあえず、向こうには回復のやつしかいないから。お、階段。これで、お?お、これは、乗り物が来るパターンのやつかな?あれ?なんかすぐそこに柱見えとるけど。あー、ちょっと待って、怖い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 。お、ハートが出た。けど拾えるわけがない。これは。あ、でもこの上にルピーが乗っとるってことは渡っていけるのか。渡っていける。あ、来る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 。よし。ん?待って、これ爆弾いるやん。爆弾。爆弾。爆弾どうすんだ?あ、あっこにある爆弾。ちょっと待って。こいつ上じゃダメじゃん。こっちが上で。こう。落ちるなよ。頑張れよ。私。で、こう。あ、ここだ。ここ、ここ。あ、怖い。落ちそう。で、こうやってからの、こうで、ここで、こう。あ、よかった。ちょっと一瞬ダメかと思った。で、間違えた。怖い。で、あ、カラスがまだおるもそこに。あのカラス厄介ないね。ちょっととりあえずやっつけとこう。来るかな?お、来る。てい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 て。よし。で、次来たら乗ろう。次来たら、お、来た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 。よし。ナイス。今んとこ、一気も減ってないぞ。よいしょ。この上に、宝箱。へい。50ルピーゲット。まあね、今はね、ハートじゃなくても全然大丈夫。あー、こういうこっち向きに登ってくるの苦手だ。よいしょ。うえー、ちょっと待って、ちょっと待って。マジか。マジか。ちょい待って、ちょい待って、ちょい待って。邪魔。邪魔だよ。あんたら邪魔だよ。ちょっと待って、これはさ、あれじゃない?引き剥がせるやつじゃない?てか、ちょい待って、こっち先にやっつけとこうかな。あー、落ちた、落ちた。そっか、こいつら跳ね返されるんだよ。跳ね返されるんだよ。やめてくれよ。あ、やっつけてた。やっつけてたわ。で、あと。間違えた。間違えたよ。こいつ、引き剥がせるはずだよ。立て。取れなかった。こっち向きだったからかな。あー、ダメ。ちょっと待って。かそこのハート取りたいとかやってたら、よいしょ、ダメなんだよね。よいしょ、ちょい待ってくれ、待ってくれ。仲間ごと吹き飛ばしてしまったが、オッケー。でもハートの方が欲しかった。そこ空いたけど後ろも空いてる。あー、でも回復、この先に回復あるかな。とりあえずちょっと、たた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 っと、あ、ツボあるね、ツボ。よいしょ。お、回復、RP だ。お、回復回復。よし、これで、行こう。え?待って、また来た。また来たよ。うわー、しかもダッシュで来るし。ま、ちょい待てー。炎、炎、炎、炎。炎、炎、炎。待って、怖い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 。炎って消せるんじゃない?爆弾?今、爆弾使った。こいつが使ったの、爆弾。待って、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 待って。こんな爆弾だらけのとこに置いてかれても困るから。へい。来い、来い、来い、来い。あれはさ、鉄球を引き剥がすことはできない?いやー、燃えたー、燃えたー。うおー、危ねー。さあ、爆弾を投げるのなら投げてこいよ。へい。こいつ厄介だな。一番厄介な気がするね、この感じ。よいしょ。おー、怖い。よし、でも隙間から普通に、おお、隙間から普通に攻撃できる。
よいしょ。これで。おー。突進してくる。突進してくるよ。よし、これで。おわ。これで。決める。おー、どう？相打ちになるそうな子だった。相打ちとか。絶対嫌だよ。ドライフォース出た。出たけど、ちょっと回復を。え、てかこれ今ステージ3でしょ？ステージ3で、え、これ先進んで大丈夫か？ハート満タンにしてから行きたかったけど、とりあえず、でもボスの手前はまあ、あるかな、回復。一応、じゃあ、進もう。レディの要塞4。お？お？なんだ？プンプン。プンプン。お？あ、やっぱり、これやろ、レディって。どっからスポットライト。あんたたち、しつこいだわよ。なんだなんだ。さっきから呪い呪いって。いい加減にするだわよ。あの服の範囲のおセンスがわからないやからに用はないだわよ。ファッションを語る前に、やはりあなたたちにはしつけが必要だわね。まだ文句があるなら奥へいらっしゃい。私のおしゃれ三重師がお相手するだわよ。超おばちゃんじゃん、あれ。てか、なんかすっごい、なんて言うの？回復あった、ちゃんとよかった。あーんっていうのすっごい怖かったけど。ね、迫力あったよね。さ、この先、多分ここ入ったらもうあれなんだよ。ほら。来たー。おぉ。レディーガイルズ。なんだ、レディーガイルズって。ちょい待って、あ、これあれだ。あの、爆弾上に投げるやつだ。ちょい待って。ちょい待ってくれー。へい。あー、今投げても効果ないじゃん。おー、次。よいしょ。あー、乗ったけど。おー、待って。よし。これで。へい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 。よし。で、多分もう一回ぐらいでいけるはず。だけど、よいしょ。お、いったんじゃない。へい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 。やったね。よし。おー。続々と。これは？あー、うおー、あ、これか。なんかこいつら、みんなしてさ、炎をまとってるけど。おー、やばいやばいやばい、お尻が。ね、こいつらなんか元々のやつらでもめんどくさかったのに、さらに、炎をまとってるってどういうことなんだ。おー、危ねえ。しっぽしっぽ。全然、全然しっぽ切れねえ。おお、ちょっと待って。よいしょ。やっぱりこの方法で行くのが一番か。お、これは多分、うおー、ちょっと待って。動き変わった、動き変わった。ね、二段階目に入ったね。ちょっと、うおー、ちょっと待って。爆弾、爆弾。動き早いから。ちょっと待って。ほい。全然、何も聞いていない。お。待って、全然聞いてないじゃん。しっぽ。しっぽ。ちょっと動きが速くて、しっぽに全然追いつけないんだけど。リンク、もうちょっと早く動けんかな。おー、押されたよ、緑が。待って待って、でもこいつね、今多分混乱しとるけん。まっすぐこっちに向かってくることはないんよね。その分はちょっと。お、行った。行った。やったね。お？あ、そっかそっかそっか、三重視って言おったね。これで最後？うわ。待って、こいつもまた炎をまとってるし。あれやろ、これ。おいしょ。前に一回さ、周りの奴らをひっぺがしてから、やりよってやつ。おー、待って、バラバラで行動しだした。あー、これ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 。もうなんか今までの
めんどくさい敵たちがいっぱい一斉に出てきた感じだ。おお、ちょっと待って待って待って、追いかけてこないで。これはこっちは、おおっと、あれか、炎のやつと氷のやつや。ちょっと待って待って待って、怖い怖い怖い、よいしょ。この炎のやつは空気壺で消えないのか、よいしょ。ん、消えないんだが、よいしょ。待って、怖い、来る、氷のが、氷だけ引っぺがされた。ちょっと待って、来ないで、よいしょ。真ん中のやつに攻撃を当てたいんだけど、あー、また何、その氷のやつだけすごい、ん、あれ単体でも攻撃混乱するのね。ちょっと待って、おー、今度は炎のやつが、おー、あれ目玉だよね多分。あの、なんか炎に包まれてる方は真ん中に黒い点があるから、多分あれ黒目の、うおっと、あー、お尻ね、真ん中に黒い点あるから多分あれがね、黒目の部分だと思うんだけど、氷の方、うわ、凍った、氷の方よくわからんね。ちょっと待って、もうなんかみんな自由気ままに動きすぎよ、周り。さっきからすごい逃げてしかないんだけど、よいしょ、爆弾、へい、ん、混乱してる、混乱してる。てかハート拾いたいけど、ハートめっちゃ落ちてる、なんか、よいしょ、うわー、ハート拾った意味、ハートを拾った意味、待って、追いかけ回さないで、よいしょ、ダメだ、今の場所じゃダメだ、待って、あー、自分もダメージを受けた。あ、でも周りのなくなったね、周り覆ってた炎と氷のやつなくなって、うお、ちょっと待って、ちょっと待って、来るよ、よいしょ、あと本体だけだ、ちょっと待ってって、うお、おし、ん、混乱してる、混乱してる、待って、取れてない今の、よいしょ、あ、持たせちゃった、あー、危ねえ、怖かった、今自分がダメージ受けるかと思ったね、もう体力あと半分ぐらいしかないもん。よいしょ。お、これで、よし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 。よし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 。あとどれぐらい？あと一回、これ落ちていったりとかせんのかな？せんね。お、これでいけた。いけた。おっしゃー。長かった。ルピールピー。お、レディーが、キー、私の可愛い三重師たちがやられるなんて、こんなセンスのない奴らと関わってたら私のハイなおセンスまで怪我されそうだわよ。もう二度と私の前に現れるんじゃないわよ。語尾がおかしくなった。お、出た出た、二度と関わるなと言われましても、フリル姫を元に戻していただかないとね。よいしょ、へい、お、ちょっと待って、ちょっと待って、来た、よし、これで、違う、こっちだ、違う、合ってる、ほい、レディの要塞、お、めっちゃ光が差し込んどるね。これで真ん中、王家のリングを手に入れた。あれ、まだ何かあるぞ。え、なになに、レディー襟巻きを手に入れた。なんだそれ、レディーが首に巻いてたやつってこと、なんか巻いとったっけ。ほい、レディーの要塞クリア。お、やったね、妖精一匹もいなくなってないじゃん。そして写真もない、今回は致命的なミスはないと。お、新しいエリアがオープンしました。マダムテイラーに服が追加されました。ってことで、今回はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。
よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローよろしくお願いします。ツイッターの方は動画を見てきましたと一言くだされば、私の方からもフォローを返させていただきたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。てか今回レディ出てきたけど、どうなるんやろフリル姫は。